はい、りょうくん、調子はどうですか？調子は絶好調です。絶好調？はい。どの辺が絶好調ですか？やっぱスタミナとか、あとスピードも過去一番でキレが増してるんじゃないかなと思ってます。りょうくんの試合をちょっと何回か見たことあるんですけど、はい、いまいちね、何が得意なのかなっていうのが分かってないんですよ、僕は。そうですね。何が得意なのか、まあ、得意っていうのは、うん、こう突筆して得意っていうのはもしかしたらないのかもしれないですけど、やっぱでも総合格闘技っていう競技をやっている以上、やっぱ全てにおいてこう平均以上のことはできるっていうのは逆に強みなのかなと思ってて、例えばなんだ、そうですね、多分そっちに当てはまるのかなと自分は思ってて、例えば寝技がゴリゴリに強い相手とだったら打撃でやることができるし、逆にストライカーだったらタックルで倒しに行って手つけて戦うっていう試合が自分はできると思ってるので。例えば誰みたいな感じですか、そういう選手って。誰がいますか、日本人で。じゃあ雷神とか出てる人にしましょうか。いやー、雷神出てる選手はもうなんか飛び抜けてる選手が多いのかなって思うので、パオルランダ・フィルアとかだ、なんかストライカーだったら朝倉海とか堀口選手とかもいるし、寝技だったら佐々木優香とかもいるし、感じだから、まあ、自分は誰に似てるかとかっていうのはないのかなと思いますけど、その人たちより全員を超えてやろうみたいな、その気持ちは常に持ってます。うん、はい、そうですよね。今日このあの合同のスパーリング中心の練習を聞いたんですけど、はい、ここの練習のはどうですか。あ、もう最高の環境だと思ってまして、もういつも感謝してます。やっぱ強い選手とずっと、はい、まあ、スパーメインでやっていくっていう感じでした。あ、そうです、はい、スパーリングがもうメイン でスパー終わった後はあの息上げっていって、まあ、スタミナをしっかり追い込む練習も最後に締めでやるって感じです。あ、さっきやってたやつ。そうですね。あれはきつそうだよ。はい。で、彼女っていましたっけ。彼女ですか。うん、彼女います。はい。あ、彼女います。はい、います。彼女これ必要ですか。2個下です。あ、2個下。彼女は今回は応援が来るんですか。今回は来ないんで、多分ライブ配信を見てくれるのかなと思います。じゃあもう勝たないとね。もう絶対勝ちます。もうイメージは結構できてますか、対戦相手と。そうっすね、もうビデオでの研究もしっかりやってて、練習もやっぱ対戦相手をやっぱ意識して練習してるので、イメージはだんだん出来上がっているのかなと思います。スポーツマンシップにのっとって戦いたい的な、なんか結構かっこいいことを思って、はい、言ってたと思うんですけど、はい、それは変わんないですか。変わんないです、はい、うん、スポーツマンシップにのっとってお互い盛り上げる試合。はい、それはもう常にコンセプトにはあります。じゃあ絶対使用試合にはならないですね。ああ、もう、はい、盛り上げてみせます。つけたりとかはないですね。はい、絶対にフィニッシュを目指した戦いっていうのはしていきたいと思ってます。ああ、OK です。もちろんでも勝ちにはこだわりますか。到着したら離れますか、もうすぐ。到着、まあでもその一本いけるんじゃないかなと思ったら、うん、一見到着してるように見えても実はその一本に向かっていっている動きなので、うん、そこは全然このなんだろう、こう周りの目を気にすることなく徹底すると思います。それは塩になるかもしれない。いや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 、それはだから結果だから、うん、一本取れなかったら塩だっていうことになるし、じゃあもう攻めるってことですね。はい、攻めるってことです。はい、 OK です。じゃあもう期待してるんで、はい、もし攻めなかったら坊主にします。徐々にお願いします。徐々にで分かりました。 OK です。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、両選手はまあ本当に若くてイケイケな印象ですかね。まあ、うちの選手とアマチュア時代もよく試合をすることもあったんですけども、すごくこう動きのある思い切りのいい、攻撃をすごくする選手だなと思いましたね。首都沖縄大会でも第一試合とかに抜擢したりもしたんですけど、それはもう彼のこの勢いをこう第一試合で見せてくれないかなというところでやったりしたんですけど、前回の首都沖縄大会ではちょっと怪我もあって動きが良くなかったみたいなんですけど、もう今回は多分こう期間もずっと試合できない期間もあったので、もう爆発するんじゃないかなと思いますね。自信過剰なところがあるかなって本人にも言ってるんですけど、うん、アマチュアの時から今回の試合はこうしていこうって決めてても、ちょっと自分例えばですけど打撃だけでいこうって言ってても組んだ時にちょっと自信があるから
行くとそこで逆転されちゃうみたいな、うん、ところが調子乗りかな。作戦をちょっと無視しちゃったりその場での感覚で行っちゃうんですか、うんうん、そうですそうです、うん、なっていうことが多いです自信過剰になるってことはそれなりのなんかものは持っているってことですか。まあ言っても過剰なんだよね言って、はいはい、まあじゃあ思い切っていけるっていうのは強み、まあ、そこは、はい、そこは強みですね、うん、なんだろうな、こう視野が広いと想像力が豊かな感じはありますね、はい、それはいいこと。いや、なんだろうな、ちょうど本当間で行ってほしいんですよね、宮城と両の間が。慎重になりすぎる派と飛び越えちゃう派なんで、こう真ん中が一番いいんですけど、うん、なかなか2人ともこう行かない感じがあるですね、はい。トイカツ道場香川支部の高岡弘樹です。前の試合から1年弱ぐらい間隔が空いての試合ということが決まったんで、まあやっぱり嬉しかったのと、まあ久しぶりなんでしっかり今までの動きできるように仕上げてやろうっていうふうにちょっといつも以上に気持ちが入っている部分はあります。やっぱ格闘家は他の球技とか他のスポーツと違って直接殴ったり蹴ったりして、まあ、見てるお客さんからも非日常 のことやってるっていう風に見られる存在だと思うし、やっぱりそれだけ、まあ、危ないこととかをこう体をそこにかけてやってるんで、まあ、勇気のいることと思うし、そういうのを、まあ、見てる人にも伝えれる存在だと思います。まあ、自分の強みは、まあ、打撃も思い切りこう行くところと、まあ、組んで、まあ、テイクダウンっていうのが自分の強みだと思います。相手の両選手は、まあ、打撃も思い切りがあって、まあ、しっかり前に出て自分から攻めてるっていう印象があります。まあ、両選手もしっかり前に出て攻めた自分で展開作る試合したいと思うんですけど、僕もそれに噛み合うような感じで戦いたいと思ってるんで、しっかりお互い熱い試合して盛り上げましょう。高岡選手は、まあ、この12月13日に行われる大会の、香川大会のホームの選手ですよね。もう一番メインの方香川に住んでいる、選手ですね。なのでこう今回の、まあ、看板選手の一人と言っていいと思うんですけど、まあ、デビューしたての時はうちの MC たわしっていう昔プロの大会でその選手とやって、まあ、MC かかったりしてたんですけど、まあ、ちょっとデビューしたての時は勝ったり負けたりという印象もあったんですけど、本当にここ数試合ですごく関係者からも負けた選手だと言われるぐらい強くすごく伸びているなという印象がありますね。もともと空手ベースで、指導者の豊島さんがレスリングベースなのでレスリングをしっかりできているという印象ですかね。レスリングをしっかりしていて、かつ、まあ打撃も好きっていう感じですかね。まあ、レスリングが強いのでなかなか下にならない、下になった映像を見てないですね自分は。まあ、組んだら強いです。それこそレスリングベースの選手、はいはい、あんまりこう負ける戦い方をしないというか、基本ずっと上に乗れるのでなかなか負けない選手だと思います。じゃあ相手は割とこう距離を詰めて組んで上を取って殴るとか、そんな感じですか。だと思います。まあ、寝技ももちろん進めたいけど、まだそこまで寝技はこう完成してないというか、できる選手じゃないと思っていますね自分は。あ、そうなんですね。下に、うん、寝技にって決めるっていうよりはやっぱ上乗って殴りたい、で進めるけど殴る、なんか一本取る、まあ、力って言ったら失礼だけど一本取ることができないから殴るイメージが強いですかね。今回コロナウイルスの影響もあって実際に足を運んで試合を見ることが難しい状況となっておりますが、ツイキャスでライブ配信やっております。でライブ配信を買っていただくことで
スマホ一つで世界中どこからでも見ることが可能となっております。高岡宏樹選手と僕の試合、すごい熱い試合になります。期待しててください。多くの方が見れる機会だと思うので、しっかりそれに恥じないように自分も思い切りのいい熱い試合をして、少しでもこういうコロナの落ち込んだムードを明るくできるような試合できたらと思いますので、よろしくお願いします。パレストラ沖縄の朝比奈健です。自粛期間で試合もできない中だったので、いつでもあるとは思っていたんですが、今年早速12月にあると聞いたので、すぐ出させてくださいと言いました。一応戦績で見る限りは一応寝技の決着が多いんですけど、一応打撃も自信持ってできます。一応何個か見させてもらって、すごいシャープな打撃と、寝技もそつなくできるなと思ってます。一応、その打撃とか寝技どっちかっていうこだわらず、全部で勝負しようと思います。一応今合同でさせてもらっていて、普段同じジム内の練習することが多かったんですけど、最近はクロスラインの方々と練習もできて、すごい刺激のある緊張感のある練習ができているので、試合に向けたいい練習できています。きっかけは、仕事を通じて格闘技やってる人がいたので、そこからやってみないかと誘われたので。もともと見てました格闘技？あ、全然見てなかったので。全然見てなかったはずなの？もうそうです。じゃあ K-1 とかプライドとか知らないですか？知ってはいたんですけど、全然興味なかったです。そこからプロになる、結構すごいですね。それこそキットさんとかも知ってはいたんですけど、あまりそんなこの試合あったよねとか言われてもあまり分かんない。そうですね。もう始めたのはもうこのパライストラでスタートしたんですか？そうです、はい。そうなんですね、はい、すごいですね。じゃあもう生粋のこの自分は。そうですね、はい、力です。はい、朝比奈健はうちの生徒でですね、自分もこう始めた当初からずっと見てる選手なので、寝技、テイクダウンが初め本人は得意としてたんですけど、打撃もすごく良くてですね、ダウンの時もしっかりこうストロークでもダウン取れるパンチを持っているので、オールラウンダーですね。で戦績は5勝2敗ですかね。結構ほぼ勝率は一本勝ちが多いんですけど、ですね。でまだこう今年も試合がなかったんですけど、呼ばれなくて、でもこうストロー級では本当に、影の実力者だと思っています。これからランキングに入っていってどんどん上の選手と戦ってほしいなと思ってますね。もうズブの素人でしたね。今も細いですけど体も細くて、はい、もちろん松戸とかでも僕教えててですね、そういう素人のここから教えてプロになった選手もたくさんいますが、その格闘技を好きで見ていてっていう人がやっぱ多かったんですけど、彼は特集でそういう形じゃなかったんですけど、興味ないって言ってますよね、あまり。そうですね、人に紹介されてやってっていうところだったんですけど、なのでそこからでも本人は今自分も指導もするぐらいの指導にもなっているので、格闘技で生きていこうというのを決めている人間なので、そういう人を育てられたのが良かったなと思いますけどね。そうですね。格闘技始めた頃から僕知ってて、練習もずっとしてるんですけど、もうテクニックはやっぱりこう松根さん仕込みのテクニックがすごくこうあってですね、今は全然テクニックだけで言うと健介の方が全然僕よりあって、すごい深みを持っている選手だなって思いますね。ただちょっと線が細いので、そこら辺こうフィジカルで負けちゃうのか、こうテクニックだけじゃなくフィジカルももっとついてきたらもっと上に行けるんじゃないかなっていうイメージですかね、はい。テクニックっていうのは具体的に どういうテクニックですか？寝技がメインですけど、こうなんだろうな、こんなとこからこの技がとか、ここで返してくるかみたいな、
それをこうやっぱこうバーンっていうフィジカルではなく、ちゃんとこうロジカルで一個ずつこう組み立てた上で返してくる感じが素晴らしいと思いますね。MMAZ ジムの秋シュートです。そうですね、自粛期間も一人でできることをコツコツとやって、まあ会場になった時にしっかり練習できるようにはしてました。そうですね、素直にやっぱり久しぶりの試合でやっぱり嬉しかったのと、まあ対戦相手もやっぱりしたい選手だったので、まあ普通に嬉しかったですね。一番の強みはやっぱり距離の中で相手が嫌がって入ってきたところのカウンターなんで、まあずっとそれはアマからもアマからですし、やっぱりプロでもその勝ち方で勝ってきたんで、まあ、一番はパンチです。パンチとカウンターです。はい、朝比奈選手はやっぱり前に出るツッコミとか早いし、やっぱり気持ち強いと思いますね。でもまあそうですね、まあ正直自分もやりたかった選手ではあったんで普通に嬉しいですし、まあその選手相手にどこまで自分ができるかっていうのも楽しみですし、まあ見たいっていう人も多かったと思うような、思うまあマッチメイクだと思うんで、まあしっかり結果残して上に行きたいです。朝比奈選手、まあ面白い試合は絶対になると思うんですが、まあ勝つのは自分なんでお願いします。アキ選手はですね、まあ、お父さんがもともとプロシューターだったんですね、うん、それで、高校生の時からスーパー高校生なんて言われながら、こうアマチュア大会を、アマチュアシュートの地方選手権をすごく総なめにしていてですね、まあ、すごくいい若手がいるんだなと思っていて、まあ、多分お父さんと二人三脚でこう強くなっていったと思うんですけど、まあ、パンチもうまいし、寝技の決めも持ってるし、はい、まあ、今ランキングは外れてるんですけど、以前はランカーでしたし、はい、で朝比奈圭より若くて、確かもう今二十歳前後なんですけどね、二十歳過ぎたのかというところだったと思いますけど、まあ、まだこれから伸びて、今後、次世代を担うシュートの選手になっていくんじゃないかなと思っていますね。もう判定ではなくて、圧倒的に試合を終わらせて、まあ、今回3選手沖縄から出るんですけど、もう他の地方とは違うレベルを見せたいです。もう前の試合よりかは全体強くなってるんで、強くなってますし、まあ、これからも強くなるんで、まあ、応援お願いします。どうですかね、まあおそらく秋選手は打撃をしっかりやってくると思います。パンチうまいの でそのストローク級でも KO できるパンチ持ってるの で、で朝比奈圭がどちらかというと寝技で勝ってきているので、秋選手はおそらくパンチ中心で来るんじゃないかなと思いますね。でも朝比奈圭もそれは受けて立とうと思っていると思いますし、僕自身セコンドでそう思ってますし、その中にテイクダウンしてどっちが寝技で優位に立つか、また大事になった時にどっちが先にしっかり当てるかとか、そうですね、まあ、寝技にしろ打撃にしろお互いフィニッシュできると思うんですね。もう流れでどっちに転ぶかなという印象ですね。じゃあ松井さんの見解は、打撃だと秋選手の方が有利って感じですか？秋選手が多分どっしり打撃戦をやってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、これを見てどう作戦を変えるかまた分からないですけどパンチ結構やっぱ切れるんで、でそこはこう組みに行くっていうのは、そこはスクランブルでこう打撃ができてやる方向なんですか？まあスクランブル何でもやると思うんですけど、でも朝比奈圭のカウンターも持ってるんで、そういったカウンターも狙わせつつ、また自分からも出せつつ、そうですね、まあ、パンチだけじゃなく、蹴りもあるだろうし、その中にテイクダウンをいかに火をついたテイクダウンを混ぜるか、はい、森坊主からダウン取りましたもんね。森坊主からもワンツーでショッパーダウン取ったので、朝比奈圭も拳硬いんですよ、はい、でしっかりこうパンチ当てれるんで、まあ僕の生徒なんですけど、こうそうですね、結構戦略とかもまあ、寝れるタイプではあるんで、指導人に指導もしてる人間なんで、なのでまあ
賢く戦える部分を持っているので、内容的にはこう膠着する試合になるのか、展開ガンガンする感じになるのか。展開あると思います、ね、面白い感じですか。結構あると思います。で、あとは去年の11月に、まあ、その朝比奈県の対戦した相手が石原選手といって、この秋秋とかと同じジムの選手なんですね、うん、で、そこで朝比奈県が1ラウンドでバックチョークで勝ってるので、まあ、そういった意味では多分この MMZ ジム、秋選手のジムのこうリベンジ、朝比奈県にじゃあジム全体でリベンジするぜっていうような感じだと思うので、そういった他の選手の気持ちも多分思いを背負って秋秋とかが出てくると思うので、まあ、そこも一つ見どころかなと思いますね。じゃあ秋選手はもうジムとしてはバックチョーク取られてるっていうのもあるし、割と寝技を警戒してきてる感じですかね。そんなのじゃないかなとは思いますが、そうですね。ただ打撃もできるんですよ。そうですね、まあまあ張ったりじゃなく練習してても嫌ですよ、すごく。健介の打撃は、はい、キックボクシング的な打撃ですか、とは違います、うん、ちょっとごちゃごちゃというか、めちゃめちゃ綺麗ではないんですけど当たっちゃうんですよね。手足がやっぱ長い分リーチもあるし、はい、しっかり伸ばして打てるので嫌ですよ、うるさいなと思いながらやってますよ練習は。自分じゃあ寝技だけだぞって思ってると打撃が全然あるってことですね、うんうんうん、面白そうですね。面白いと思います、うん、はい、高岡選手、うん、結構見てます。そうですね、高岡選手もやっぱり空手ベースだったと思います。確か空手ベースで、レスリングのしっかり豊島さんから教わっている。あ、そうなんですね。で、そうですね、初めデビューした時はテイクダウンされて負けたりとかもあったと思うんですが、でも、もともとある打撃に加え最近はテイクダウンしてしっかり勝てるようになったりとかしているので、はい、だいぶこう底力というか自力を上げてきているなという印象ですね。松田さん、さっきからめちゃくちゃ他の選手詳しいですけど、シュートの試合全部見てるんですか。僕マニアなんですよ。すごいですよね。まあ、元がもちろんシュートで20年以上やってるし、あとはもう本当に、まあ、指導もしてきてアマチュアも見てるし、いろんな選手を知っているので、まあ、もちろんそれを仕事としているのであれですけど、結構もう好きでもうマニアでいろんな選手、こういう選手はこうだなと分かります、ね、そうなんです。だからほとんどの選手多分知ってますよ、ね、シュートも。それこそアマチュアの選手も上位陣は多分知ってるだろうし、松江さんは一応そうですね、日本シュート協会のアマチュアの沖縄、支局長としてさせてもらっているので、アマチュア大会を運営する側でもあるので、うん、自然のところ選手との動きが入ってくるなというのがありますね。ちょっと話取れるんですけど、今シュートの中でまあ若手、まだそんなに有名じゃないけど、こいつは今後やばいぞみたいな選手っていますか、日本全国が合わせて。そうですね、スーパールーキー的な、スーパールーキー的な、アマチュアでもいいですし、プロでもいいですし、結構いますよ。やっぱシュートはやっぱこう日本全国でアマチュアをやっているので、本当に中央もそうです、地方からもすごい強い選手が出てきたりしますよね。はまあ例えば、ライジンであった斎藤さんとやった真島選手とかも地方出身ですごい強い選手ですし、もうシュートも出てたんですか。もともと真島選手はシュートで出てたんですね。はい、そうなんですね。やっぱりこういろんな他のプロモーションに出て活躍している選手でも、実は昔アマチュアシュートに出てたとか、そういう選手も結構知ってたとかっていう選手。そうですね、そういうのもありますね。はい、田上超える選手ですよね。田上浩一選手。この選手はどこがいいですか。もともとシュートボクシング出身で、打撃がすごく切れて、アマチュアの時ももうノリノリで KO をしたりしてて、アマチュアシュートも16歳とかで優勝したんですかね、2年前ぐらいで KO をしたりしてて、確かシュートボクシング時代はレーナー選手の後輩だったみたいなんですけど、それでやっぱりプロシュートでもやっぱり、まあ、ヘッドギアなしの打撃でやるとやっぱりそういう KO ができて、その52キロのストロークなのにパンチもキックも切れて若くて伸びて、これから絶対に上に来るだろうなと。対戦可能性はゼロではないですね。まあまあ同じ階級って考えればゼロじゃないですね。知らなかったですね。ちょっと見てみたいですね。見てみたい。そうですね。まあそうですね。多分これからどんどん名前が上がる選手で、まあまあ本当にそういうようにシュートはたくさんこうそういう選手が生まれていると思いますね。自分レスラーだと思ったんですよ、はい、映像を見てて。初っ端は空手ベースだった。初っ端というか、もともと空手ベースだったはずですね。プロになってからというか、
豊島さんのとこ行ってレスリングをしっかりした感じなんですか。まあそうですね、豊島さんのジムで豊島さんがレスリングをしっかり教えてる、豊島さんっていうのは代表です。代表の、はい、代表であり今回のプロモーターですね。その方もシュートに出られてたんですか。そうです、豊島さんはもともとプロモーターですね。コースの代表になるんですね、豊島さん。そうですね、はい、はあ、日体大のレスリング部の方、ね、じゃあもうガッツリレスリングですね。でも自分の印象だとこう決めがない、まあ打撃はするけどでテイクダウンで上は取れるけどそこから先がないのかなって。あ、どうですかね、勝率だと一本 KO はなかったですか。映像を見るとあんまりこう決める選手じゃないので決めはないのかなとは思っているんですけど、でもやっぱで、一度も下になったのを見てないんですよ、映像で。あ、本当ですか。いや、それこそその空手だけをっていうか、レスリングそんなにやってない頃は寝てたと思うんですけど、最近の試合は全然寝てなかったので、多分そういうところから多分修正しても絶対下にならないぞっていう印象を持って戦ってるんじゃないですかね。まあ親川君も大劇とか結構すごく勢いがあるんで、まあ、そこの大劇戦になりつつ四つの展開になった時にどっちがテイクダウンするかなっていうのが一つありますよね、見どころとして。でそこでお互いができなかったんであればもしかしたらちょっと試合と待ち合う部分もあるかもしれないですが、そうですね。でもそうですね、ありえそうですね。四つでお互いがこう辛抱強くテイクダウンし合っちゃうと、はい、そうです、そういうのはあり得るかなと思うんですけど。でもこういった組にはなるってことですかね、四つの展開に。まあなるとはなるんじゃないですかね。でもどっちが打撃をもっとこうやりたいのかっていうのと、あとはまあ親川君もこう試合に飢えてたじゃないですけど、試合したりしたいっていう気持ちで今回呼ばれてすごい嬉しい、爆発してやろうぜっていう感じもあるし、で高岡選手に関しては何より地元なので、もう絶対に地元の人たちにいいものを見せたい、俺が地元で勝たないとっていうような思いがあると思うので、チケット100枚だったらもうほとんど一人で売ってるくらいの勢いあるかもしれないですね。チケットは速乾だったりですね、当日にもうそうだっていう感じだと思います。それはパリも負けられない。いや負けられないですよね。ポイントは組からどうなるかと思いますか。そうですね、いやでもその前に打撃どっちが優勢して当てるのか、で打撃を嫌ってどっちが組なのかなと思うんですけど、そうですね、まあ、聞いてると五分五分ぐらいですか。いやな、僕はなんか強いやつ当てられたなって、まあいい意味でですよ、いい相手を当てられたなって思ったんですよ。だから本当僕の中では五分五分だと思って、高岡選手の方が多分デビュー早いですよね。確かデビューは早かったと思う。新人王にもなったんですか。あ、新人王になってたかな。いや、新人王にはなってなかったと思うんですけど、そうですね、そうですね、どっちなので、まあ、そういう意味では、まあ、似たタイプじゃないですけど、大事もしっかりありながらテイクダウンできるっていうか、でそこまで寝技においてバチッと一本取るっていう選手ではないのかな。そういう意味ではやっぱ下の時間が長くなるんじゃないですかね。りょうくん決めはあるんですか。ないです。抑えるとはうまいってことですか。うまくはないんじゃないですか。でもそう言ってると確かに似てますよね。いや似てると思います。似た者同士が考えるかなとは思いますね、はい、お互い打撃やってる方が面白く見れると思います。組んじゃうとどうしても膠着状態で寝技になってもお互いがフィニッシュがない状態になると思うので、打撃でやってる方が面白いと思います。2ラウンドですからね、しかも組んでたらあっという間に終わっちゃうんですよね。さっき話を聞いたらちゃんと展開を作るっていうふうに亮が言ってましたけど、はい、戦略的に膠着するかもっていうちょっと保険もかけてなくて、そうなんですね。そうなんですね。いや、戦略は全然、膠着する戦略は僕は持ち合わせてないので、ちょっと勘違いしてると思うんです。やっぱそういうとこなんです、そういうとこなんです。はい、ああ、言ってたことですか。はい、はい。まあ、じゃあ、ここは津波さんの指示で、ぜひ面白い試合に。いや、になってくれるといいんですけど、はい。これからの戦略ですね。そうですね。戦略をこれから2人で、はい、やり合わせて。はい、